はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。絶望神アンチホープです。 UR 失格カードランキング、本日はですね、独断と偏見により遊戯王マスターデュエルにおいて、このカードなんで UR やねんっていうカードを、ランキング形式で、ご紹介していこうというふうに思っております。あのね、まあ、レアリティ設定がされてるわけですよね、遊戯王マスターデュエルでね。だからね、どう考えてもお前 UR ちゃうやろってやついるんですよ。まあその辺のモンスターちょっと完全に僕の個人的な意見になってるんで、あの皆さんどう思うかちょっとわかんないんですけども、あのその辺ちょっとご了承いただければなというふうに思います。早速やっていきましょう。ダイナタンク、まあ通称ドラゴンカーステックスと言われているこのモンスターなんですが、まあ、効果は、機械族プラス恐竜族で出せる融合で、打点がなんか素材にしたこの、恐竜族の、打点分アップします。で、フィールドのこのカード1枚のみを対象とする効果を発動したら、対象を移し替えます。で、このカードが相手と打開されたら自分の墓地から恐竜族を得ることができますと。はい、正直令和の2022年になって刷られたカードでこの性能はないかなっていう気はするんだよね、ぶっちゃけ。いや、まあ、あの別にその弱くはないと思うけど、そんなになんかその言うほど。ただその UR に設定されて、しかも2022年のカードって考えたら、これさすがにやばくない？これ性能的に、さすがに弱ちなみにアニクロ2022、あの OCG の方でね、でもウルトラレアで設定されているらしい。いや、なんか2番の効果もうちょいなんとかならんか。トランスミッションギア、効果は説明しましょう。自分のモンスターが相手モンスターと戦闘後のダメージ計算時、じゃんけんしますと。で、負けたプレイヤーは、負けたモンスターを裏側で除外っていう効果です。はい、なんとこのカード演出あります。いや、なんで演出まである、これ。確定で除去できるカードがいくらでもあるね、この環境において。このじゃんけんをしなければならないっていう効果も意味不明だし、そもそもなんで演出あるかも意味わかんないし、なんなんですかね、この謎のこだわり。 OCG ではなんか2017年に発売されたカードらしくて、まあ、トリックスターとかと同期らしいんですけども、で OCG ではどうやらこのカードノーマルレアだったらしいんですよ。ノーマルレアってマスターデュエルになるとウルトラレアになるんですかね。これね、これ本当に謎。多分ね、コナミ社内に多分トランスミッションギアのなんか熱烈なファンがいるんだと思う。トラフィックゴースト、まあもちろんね、条件はね、モンスター3体で作れて、でしかもリンクマーカー下に3個向いてるから、なんかめちゃくちゃ優秀だとは思うんです。はい、正直かなりトークンとかでも作れるんで優秀だと思うんですけども、ただこれなんで UR なんですかね。これなんで UR なんですかね。しかもですよ、こいつもトランスミッションギアと同じで召喚演出あるんですよ。わけわかんねえ、なんで。これがわからん。あの別にね、アニメキャラが使ってたわけでもないと思うし、このモンスターね、このミシャラにトラフィックゴーストのまた熱烈なファンがいるんですかね、トランスミッションギアと同じで。じゃないとこいつをね、 UR にしてなんか召喚演出つけようっていう発想にならねえと思うんだよな。なんかさ、三原神とかにさ演出ないのにさ、トラフィックゴーストに演出あるって考えるとなんか意味わかんなくない。その意味わかんない事象が逆に面白いよね。リアルジェネクスヴィンディカイト、ジェネクスっていうねテーマね、なんとね、シンクロモンスター UR3 枚ありまして、全員微妙なんですよ。まあね、一応 OCG の方ではね、最近強化が、確定しましてね、なんかやけくそ新規のあのリンク1が来てね、なんかめちゃくちゃ展開力やばくなったらしいんですけど、さすがにちょっと性能を読みます。ジェネックスと名付いたチューナープラスチューナー以外の風属性モンスター1体以上っていう、もうゴリゴリに縛ってる新規の召喚条件、もう誰が出せんねんみたいな、あの新規の召喚条件してるんですよね。で、相手はこのカードを攻撃対象にできないっていう、なんかクソうざい一応縛りと、このカードが戦闘によって相手も破壊したらデッキかジェネックスと名付いたモンスターというのがやるっていう謎の効果がありますと。はい、これね、なんか UR はちょっとなって感じだよね。デュアルターミナル、デュエルターミナル
3だと思うんですけども、あのジェネクスっていうテーマがね、まあ、その頃 UR だったからっていうことなんかな、多分デュエルターミナルのレアリティ踏襲ムーブなんじゃないかなと思います。はい、性能はちょっとさすがになんかもう N サーマルジェネクス、こいつも大概だね。出し方ジェネコンプラス炎属性モンスター1体以上だから縛りすぎなんだよ。とにかくジェネクスって縛りすぎなのマジで。このカードの攻撃力は自分の持ちの炎属性モンスターの数かける200ポイントアップっていう、まあ、ちょっとなんかその悪用したらワンチャンあるかなっていう効果と、戦闘によって相手を探したら自分の持ちのジェネクスと合わせたモンスターの数かける200ポイントダメージと、それだけっていうね。まあ、これも多分ねターミナルのそのレアリティ踏襲ムーブなんかなと思うんだよね。まあ、性能はさすがに UR ないでしょこれ。ウルトラアスリートフィールドゼネラル、使ってる人見たことねえなこれごめん、使ってる人いたらごめんなんだけど、まあ、あの効果はね、1番2番ありまして、1番は一応共通効果でウルトラアスリート、自分以外のウルトラアスリートを手札に戻すと、手札が投資ができるっていう効果で、2番目が、このカード以外のウルトラアスリートのモンスターの攻撃宣言時に攻撃する打点を800ダウンさせて自分の、攻撃モンスターの攻撃力を800アップするっていう、だけですのみ、オンリーこれだけ、打点アップダウンするだけちなみにウルトラアスリート界では一応一番打点が高いんですこれ、2600っていう打点が、はい、一応。たださ、なんか他にもね、いろいろ強いモンスターいっぱいいてさ、なんかそのモンスター効果無効にするとか、なんかそういうのも いるんすよ。はい、なんでかね、あのそういうの差し置いてね、こいつが言うようなんですよね、ウルトラアスリートって。よく意味がわからん、マジで使ってる人見たことない。ウィッチクラフトコンフュージョン、ただのユゴじゃねえか1番、手札フィールドから融合モンスターを、の素材を送って融合する。いや、ただのユゴじゃねえかこれみんなが突っ込んだよね、これ多分あの実装された瞬間に。はい、いや、あのせめて R かなんか、よくて SR なんじゃねえかと思うけどね、これ。まあ、一応2番目の効果でウィッチクラフトがいると回収できるっていう、まあ共通効果あるんですけど、本当にこれだけ、手札融合で回収できるこれだけこれ UR おかしくないかあの OCG ではね、どうやらスーパーレアだったらしいんですけども、なんかそのマスターデュエルに実装された時になんかレアリティが格上げされてなんか UR だったんですよね。なんかね、ウィッチクラフトカードだからといって別に UR にしたらみんな喜ぶわけじゃないよこれは。はい、ちょっとコナミ君これ反省してください。これウィッチクラフト使いがなんかめっちゃブチ切れた記憶あるわ、なんで言わなんだっつって。ロイヤルストレートスラッシャー、弱すぎんかまあちょっと効果読みますか。通常召喚できないと、このモンスターね。でロイヤルストレートの効果でのみ特殊召喚できる、この効果がマジでマジだな。でこのカード名の 1,2 の効果はそれぞれ一旦に一度、自分の墓地に、クイーン、ジャック、キングがいるとレベル1からこのモンスターを手札デッキから墓地を送って相手のフィードを全部パスするよと、非常に豪快な効果ですね。でこのカードが戦闘で破壊されたら、自分の墓地の天速光属性を3体特殊召喚できるよという効果なんですけども、いや、あの、ね、ロイヤルストレートスラッシャーってもう名前がもう超強そうじゃん。いや、あのね、このあの名前に反してね、マジ弱いのこれ。まずね、そもそもあのロイヤルストレートスラッシャーって、そのジョーカーズワイルドっていうあのデッキからその絵札カードの効果コピーして使える罠があるんですよ。これでロイヤルストレートの効果コピーしたら出せるかと思うじゃないですか。出せないんですよ、まずそもそも。なんでかっていうと、そのカード名をコピーしたカードは無理で、ロイヤルストレートっていうカードの効果でのみ特殊なんできるから、そのカード名コピーとかで出せないんですよ、まずそもそも。でしかも1番の効果も、まあ、一応クイーン、ジャックス、キングスを墓地送るってのは結構簡単なんですよね。なんですけど、これね、レベル1から5のモンスターをそれぞれ1体ずつって、これね、絶対投げなきゃいけないの、手札がデッキに。その、レベル1から5のモンスターが1枚でも、あの、手札がデッキに なくなった場合、もうね、使えないんですよ、1番の効果。で、しかもなんか2番の効果もさ、戦闘で破壊されたときって、なんかすげえ受け身なね、あの、発動条件じゃないですか。自爆特攻するか、あの、ね、ぶん殴ってもらうかしかないから。これはね、さすがに UR はやりすぎまあ原作でね、あのユーギさんが使っててかっこよかったからっていうところがあると思うんで、まああのまあ理解はできるんですけど、ちょっとさすがにね、これ、ね、多分性能的にユーギさん以外使いこなせないと思う。うん、少なくともこれ俺使った動画で一応マジで撮影大変だった、あまりにもこのモンスター出ない。
絶望心、アンチホープ、弱すぎて絶望。全デュエリストが大好きな最強モンスターですね、アンチホープ君。一応効果、まあ説明すると、通常ができなくて、レベル1のモンスター4体を墓地に送った場合のみ、手札墓地から特殊召喚できるというあまりにも重い召喚条件ですね。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り他の自分のモンスター攻撃できないという効果と、あとこのカードが戦闘からバトルステップ中に自分の墓地のレベル1モンスターを除外して、効果が受けなくなるよっていう、しかも戦闘で明かされないよっていう効果が一応付与できるんですけども、これね、いや漫画版のラスボスだからっていう理由だと思うんですけどね、 UR これ、あの要はヌメロンとかと同じような感じで、漫画版のなんかそのゼアルの、エースモンスター なんですけども、まあ、ちょっと僕漫画読んだことなくてあれなんですけどね、まずね、そもそもね、これ絶対その並べたレベル1モンスター4体を他のことに使った方が強い、まずね。でね、これね、一番の制約かなり終わってて、このカードがモンスターゾーンに存在する限り他の自分のモンスター攻撃できないっていう、まあ、打点5000あるんですけどワンキルはできないんですよ。なんでかっていうと他の自分のモンスターが攻撃ができないから。5000でドヤーしてもねワンキルできないっていうのもそもそも終わってて、もうね、2番もね対1一応ないんで、まあ一応何回も重ねかけは一応できるんですけど、ただ発動条件バトルステップ中しかないんですよね。いやせめてね、なんかいつでも使えるとかだったらわかるけどさ、いやそのバトルステップ中にしか使えないの終わってたろっていうね。こんだけさレベル1のモンスター4体も使って消費出したんだったら、もうちょっと2番の効果どうにかしてほしかったよね。なんか原作効果は確かね、相手はエクシーズ召喚できないみたいな、あの効果ついてたと思うんですよね、漫画版では。はい、まあ、そういう縛りもなんかどこ吹く風というところで、なんでかクソラコモンスターに爆誕してしまったと、そういうモンスターですね。これはね、もう殿堂入りだね、殿堂入りレベル。アーリーオブジャスティスフィールドマーシャル、こいつやばいわ。いや、あのね、アンチホープが1位だと思ってたんです俺正直。いや、あのね、こいつでした、これやばい。このカードツッコミとこ多すぎるよ。まずアーリーオブジャスティスフィールドマーシャル、効果、2900-2600、まず打点低いな。いや、あの頑張って出したよ結果2900は。チューナープラスチューナー以外のモンスター2体以上、いや2体使うんかいっていうね。3体いるのっていう出すときに。でこのカードはシンクロ召喚でしか特殊召喚できない、いや死者蘇生できん。このカードの攻撃によって裏側中央寺モンスターを破壊して墓地を送ったらデッキからカードを1枚ドローする、表側ダメなんていう。で2900、いやこれ戦闘破壊しようと思ってもなかなか厳しいよこの打点は。裏守備いる、これ打点低くない、せめて3100くらいあれ、低側を抜ける打点はあれ、せめて。これちなみに最近ね、あの僕あの環境外的選手権っていうあの大会を開きましてね、そこであのめちゃくちゃあの雑魚すぎてあの注目されていたカードで MVP を獲得しました、はい、環境外的選手権では。ということで、まあ、それの意味も込めて今回はこのカードをあの第1位 としております。さすがにこれ UR に設定してるの絶対いかれてる、はい。というわけで、まあ、あの通じてね、今回のランキング結構やばいモンスターがたくさん皆さんにお披露目できたかなと思うんですが、他にもね、多分ね結構やばいモンスターいっぱいいるんだよね。ちょっと皆さんもね、ぜひ思い思いのこいつ UR おかしくないって思うモンスターをぜひコメントに残しておいていただけるととても参考になります、はい。ご好評であれば、次回もまたやります。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。